どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、うんこ以下のデッキを、作ってきたんでご紹介していきたいと思います。どういうデッキかっていうとですね、もうほんとマジで早いワンキルデッキ、一瞬でデュエルを終わらせるので規制されるレベルのクソ早いんですよこれ。めっちゃ初見殺しできるんですけど、クリムゾンフォックスっていう、このキツネ、この、ハイレグお姉さんですね。このクリムゾンフォックスの効果が墓地へ送られると、相手のフィールドのモンスターの攻撃記録をゼロにできますよっていうことを持ってるんですよ。でこいついるじゃないですか、このエッジ。エッジにカノン装備してると好きなモンスターをデッキから墓地に送れるでしょ。だからカノンの効果でフォックス送ると相手の打点ゼロにできるから2400食らうんですよ、相手って。絶対基本的にはで巨大決戦したら倍ダメージ食らうじゃないですか相手は。これどういうスキルかっていうと、戦闘ダメージが倍になりますよっていう、ライフが少なければ自分の方が。だからライフ減らしときゃいいんですよ。ライフ減らしとくと、要はゼロを2400で殴ると4800ダメージできるんで、なんとですねコンボパーツが2枚でワンキルです、カノンと、サイバネティックフュージョンサポートっていう、要はライフを半分にできるかの、これが2枚あるだけでワンキルです。簡単でしょ、クソ簡単じゃね、マジゴミだわこのデッキで結構簡単、要は防御札が相手のフィールドになければ、あったらコズミックで飛ばさないといけないんだけど、なかったらなんかそのこれとかなくても、例えばモンスター対象に取れるモンスター1体だけとかあったら、ネオスしてで AD とネオス送って、で AD で相手のモンスター叩き起こすじゃん、守備表示のモンスターを。で叩き起こしたらカノンの効果使ってカノンで捨てて、エッジ持ってきてエッジでカノン装備して、でカノンの効果でフォックス落とすと相手のモンスターがゼロになるから、実質いないようなもんだから、だから2400と2600とって勝ちなんですよ。クソ簡単じゃない、マジで神ゲーだわリンクスって。神ゲーマジうんこみたいなデッキをね、使って本日も嫌がらせをしていきます。デュエル。さあ本日もね、うんこ以下のデッキを使ってやっていきたいと思いますうんこ以下のデッキを使ってね、完全初見殺しをしていきましょう。はっ、サンドはそこそこかな、そこそこいい感じだと思いますね多分ね。これでこうして、絶対ネオスヒクマンは絶対初手ネオス握ってるんでコストに最適っていうで、ネオスフュージョン発動ね、こうして、叩き起こすマンと、相手を自動的に叩き起こすマンを送っといて、でこうして、もう俺許さねえから。俺渋表示が許さねえから。AD チェンジャーで相手を強制的に叩き起こして切るとるから。お、古代か。なるほど。リアクターくらいだったら別にいいよ。リアクターくらいだったら全く問題はねえ。で、ワイバーン召喚してワイバーン効果で、フォードです、オッケー。ダブルサイクロンは発動いきませんのでね、今ね。こっちに魔法トラップがねえからな。ワイバーンで殴ってもいいよ、全然問題はない、全く。全く問題はない。はい、勝ちはい、勝ちクリボールあるんだろうな。サイバーダーカノンの効果発動。サイバーダーカノンの効果にあって、サイバーダーゲッチを持ってきて、そして、サイバーダークエッジを召喚、サイバーダークエッジの効果発動、サイバーダークエッジの効果によってサイバーダークカノンも装備しゃで、バトルえいサイバーダークカノンの効果発動、ムーンライト、クリムゾンフォックスを墓地に送り、クリムゾンフォックスの効果発動、はいはいイージーすぎんだろ、遊戯王って簡単だな。根性はだるいな、根性は割とだりあ、でも
サイバネティックフュージョンがあるのか。こうするんじゃないですか。で、これは根性を貫通させればいいから、まずとりあえずネオスフュージョン発動して、まあとりあえずあいつは叩き起こさないといけないんで、ここと、チェンジングを落として、で、こうするんじゃないですか。で、起こそう。何寝てんだ、何寝てんだ、起きろ起きろ、朝だぞ。あ、ムーンライトか、オッケー。で、召喚して、で、サイバラカノンを装備してバトルしていいですか。ちょっと一応行きますよ。で、行って、ちょっとこれ一回こっちから行かないとね、これぶん殴っていく。で、バトルステップでサイバラティックフュージョンサポートの効果発動、自称、そしてサイバラカノンの効果どのタイミングでフィードサボード打ってんだよってね。で、ムーンライトクリムトンフォックスの効果、はい、巨大決戦ドカーン。カイトやめてよー根性貫通ワンキル。さあ、お、あ、1点の方、黒ホーガン選手、よろしくお願いします。デュエル3倍、よし、まあフュージョンサポートが来ている、フュージョンサポートが来ている。あとはカノンかエッジを引きたいなーという人生。シムオッケーで、旋風オッケー、流そう。スチーム、あのさー、クローズだけやめない、本当にクローズ0だけやめて、クローズ02だけ、クローズ02だけやめてくれ、頼む。いいよ、それはいい、全く問題ない。もうね、回すのはいい。てか俺のデッキトップもこれ結構カノンじゃないときついんだな、なんだかんだ。ちょ、カノンじゃないときついんだって。ちょ、カノンか、まあエッジ、カノンかエッジだね、カノンかエッジ。16分の6、結構いい。6分、16分の6って何パーだ。6割16、6割16、37、 40% で勝ち、 40% で勝てる。あれがなければ、クローズ、あ、でもクローズないわ、クローズないじゃん、歓迎だ、クローズないじゃん。来たわこれ、ハンドレーンも相手、ブラックフェザーいいよ。で、フォーク状効果でシードル蘇生した。う、強、盤面、盤面最強かよ、盤面強すぎだろ。で、おーったら勝った勝ち、はい、勝ち、この盤面勝ちってすごくない、結構やばいよね。サイバーアーケッチを召喚、サイバーアーケッチの効果発動、サイバーカノンを墓地より装備していく。そしてネオスフュージョンとか打つ必要性もないけどね、もうほとんど一応とこサイバーダーク、え、じゃなくて間違えた、ネオスフュージョンの効果によってエレメンタルヒーローネオスと、AD 落としといて、ね、こうして、でバトルフェイズに入っちゃっていいですね。バトル千鳥、いや、ちょっと調子ってか千鳥でいいや、千鳥ぶん殴っていく、千鳥ぶん殴っていく。バトルステップ、自傷行為、リス化して、リス化してサイバーダックの効果で、クリオゾフォックス落としてゼロにしていく、さようならてい早くそげー。さあ、お相手の方、お、なに、巨大決戦対決、なんだこれは、巨大決戦、まさかのパイナポー龍崎 VS パイナポー龍崎っていうね。で、サイバーダークエッジ、サイバーダークエッジ、まあ、とりあえずちょっと守護者ですかね、守護者一回ちょっと謎のカード捨てて、謎すぎるカード捨てて、なんでそんな入ってんだみたいなね。で、ネオスフュージョン発動、ネオスフュージョンの効果、レイブネオスを出していく。で、チェンジングチェンジャー落として、アダルティーな DVD、 通称 AD チェンジャー落として、で、ターン終了。巨大決戦何なんでしょうかね、巨大決戦何なのかに話も、まあ、自爆心とか
ありえんとしたら、お、いきなり辞書、いきなり辞書、サイバーダッカーの、あちょっとあれ、おお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